Lass die Löwen los! Let the lion out! Let the lion out! Schöpfen können, dass wir jeden aufstellen können. Wir haben eigentlich oder keinen Verletzten, also von daher es ist ja immer gut, wenn wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. Und natürlich ist
サポーターの皆さんは今日も声を上げずに思い思いのマフラータオルであったり応援ボードを掲げて選手たちを迎えました。ここまでのボール支配率は 50-50。 これが転がって決まった。2試合連続。イニエスタはまだ前線には入っていません。ドーグラスが前を向いて、ね、遠目から中に入れる。シュート決まった。山口ホタル1対1同点。まあ、今までね、堂倉選手ほとんどボール触れてませんでしたので、まあ、ポゼッションではなく、まあ、一発でというような話もしようかと思っていた矢先でしたね。はい、イランですね。右サイドへ大きな展開、抜けてくる。抜けて低いボール、堂倉決まった。神戸逆転。まあ、やはり背後からでしたね。まあ、最終ラインでのこのポゼッションに対して菅原選手がちょっと西選手を見失いましたね。ただ西選手のコントロール素晴らしかったですね。ふわっとして小前ワンタッチで荒野おっと、ゴール前抜けてくる。右サイド、山口ホタル。この試合2点目、3対2、神戸勝ち越し。バックパスなのか、つなごうとしたのか、ちょっとルーズなボールを後ろに出してしまいましたね。はい、まあ、ただまたこの山口選手のシュートがうまかったですね。ここで長い笛、試合終了。Yeah.